はい、どうも、こんにちは、水木庵です。本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけど、つい先ほどですね、コメディアンの、志村けんさんが、お亡くなりになられたという、まあ、ニュースが、ね、入ってきました。まあね、今、まあ、その流行している、まあ、例の、病気が、まあ、原因みたいなんですけど、まあ、実際ですね、まあ、高齢者もまあそうなんですけど、危機感が本当にまあなさすぎるというふうに、僕は思ってます。だからまあこれをですね、まあ、機にまあ高齢者の方々に、まあ、もうちょっと、危機感が広がればいいなというふうに、僕自身は、ね、思ってます。で、志村けんさん、今までお疲れ様でした。そして、哀悼の意を、表したいと思います。以上、水木庵でした。